さあ、こんにちは。さあ、湯高さん、はい、まあね、補強が必要だというふうに言われてきた、まあ、西武、今後ほら、絶対いるよ、まあ、絶対いますよね、まあ、絶対いるし、新しい地を入れて、はい、まあ、例えばバッターなり、うん、いいバッターを見せた方が、うん、若い選手に、まあ、その方が絶対に勉強になる力になるし、そうですよね。いや、だからそれ入れなきゃダメだし、入れるよな、そ入れるよなと言います。絶対入れるよ。今から言う言葉にひっくり返らないでください。塩崎スカウトディレクターが今のところ FA 市場への参加はしないと思いますというふうに断言しました。もう西武ファン驚きです。いやそれはね、はい、マネーゲームになるような選手に行けって言ってるんじゃなくて、はい、原口とかそうです、まあ全然使えるし、いいバッターだよ、はい、DH でもファーストでもまあどちらかでも使えるし、はい、いやそりゃ原口は行かなきゃいかんやろ。行かないそうです。そうね、ちょっとなんか来年を考えた時にね、はい、まあ、考え方とすれば若手で有望な選手がいて、はい、いやこれを我慢して使うんだと、うん、いうような選手がいるんだったらいいよ。でも今年戦ってみて、まあ、いろんな選手が出てきたけども、いやまだまだ時間かかるなというね、まあ、素質はすごくある選手は多いんだけど、はい、いやだけどまだまだちょっと時間かかるなって、急に来年一戦で働けるかって言ったらそうでもない、うん、やっぱ一戦で働けるって言ったらやっぱ原口だよ。そうですよね。いや FA の中で言えばね、それで取ってマネーゲームにならないという、はい、うん、まあ、相愛の中で取れるんじゃないかっていう予想はしてたけどな、はい、この動画でもしてたんですよね。原口選手おそらく西武じゃないかというふうに、がしかし行かない、もう FA 戦線行かないということで、どこ行くんだろうね。行ってらっしゃいって言えないよね。そうですね。いやいや、まあ、一説によるとビシエドがどうのこうのっていうのがあるんだろう。どうやら西武はビシエドにシフトしたんじゃないか、まあ、ビシエドもファーストなのでやはりそっちにシフトしたんじゃないかと言われていて、まあ、ある記事によるとやっぱりシーズン中にあの西武側が中日とトレードの打診をビシエドが欲しいということで打診をしていたけれども、はいはい、折り合いがなかなかつかなかったと。で、まあ、シーズン終わってビシエド選手退団、まあ、自由契約となったところで、まあ、いろんなところを吟味した上で原口選手に行くのではなく、もう一回やっぱりビシエド選手ファーストでということのにシフトしたのではないかと言われてるんですよね。まあ、ファン並びにピッチャー陣が怒るよね。いや、そりゃあれだけ点取ってくれなくて投げてるんだから、はい、そりゃやっぱ点取れるような選手取ってきてよって。そうですよね、と思うよ。で、原口選手は年俸3100万円の C ランクなので、特に人的もかからないので、もちろん取って3000、そのぐらいの年俸で契約できるってことですね。いや、すごいよな、はい、いやそれでじゃあ現状維持で契約して、はい、まあ、来年以降のインセンティブとか、うん、いや変動性で活躍したらもう上げますよみたいなことでも取れると思うんだけどね、原口は。これ 原口はごねるような男じゃないし、うん、いやあの力になりますと、はい、ね、鳴らしてくださいと、うん、むしろそっちの方だったと思うけどね。そうですよね。行かないの本当に。いやもう決まって、原口が決まっててもう参戦しないって言うんじゃない。違う、参戦しないになっちゃう。マジか。いやもうこれあの西武ファンがちょっと今怒りに震えていまして。あ、やっぱり震えてる。はい、もう井の一番に12球団で一番に補強しなきゃいけないチームなのに、まあ、なんで FA 先生行かないの、参戦しないのという。西武側は原口選手を、まあ、取らないと決めた理由って何ですかね。いや使えない、あ使えないというか取らない理由っていうのは、はい、やっぱうちのチームには使えないって、うちのチームでは、はい、やっぱこれだったら若手を使うという判断をしたかもわからないよね。でこれでもだからこれはさ、うん、その原口は俺はめちゃくちゃつ、なんていうの、使えると思うし、はい、俺は勝負強いし、うん、彼はね、はい、頼りになると思うんだけども、これはやっぱこう判断だからさ、うん、評価が低いのに取れとは言えないよね。まあそうですよね、うん、そうでしょ、うん、いやだからそれはやっぱ球団の判断だから、これは仕方ないにしても今から言っとくよ、はい、原口は絶対力になるって。そうですよね、うん、力になってくれる男やし、うん、やっぱこうなんていうのかな、いろんな修羅場もくぐってきてるしさ、うん、やっぱ性格的にも全然問題もないし、はい、むしろ置いときたい選手の一人だしね。そうですよね、うん、だからこれは
西武大臣、西武だと思うけどな俺は。まあね、埼玉ファーストはできる、ね、DH も大丈夫、はい、その本人がやっぱりあの最初からスタメンで出たいって言ってる、うん、だから代打ではなくてやっぱり DH もしくは例えばファーストでスタメンっていうところにすごいこだわってるっていうところが西武には引っかか、何か引っかかるものがあったんですか。いやどうなんやな、意欲的でいいと思うけどね。そうですよね。いやいや、まあ、代打で使ってくださいよ、うん、じゃなくて、はい、いやもうスタートで使ってくれっていうぐらいの意欲的だし、はい、いやだから何が問題があるのかなっていうのが逆にこっちが聞きたいぐらいだよね。そうです、まあ、聞きたいぐらいっていうか、うん、まあ、原口を最初から接触してるわけではないしね、西武が、はい、まあ、もうなんか取る前提で話をしてたよみたいな、急にいらなくなったっていう話でもないし、はい、だから西武は全く失礼なことはしてないんだよ。まあそうですよね、全く失礼なことはしてないけども、うん、でも FA で原口は取った方がいいんじゃないかっていう、まあ、こっちの片思いだけどね。そうですね、片思いなんですけど、やっぱ西武ファンもきっと原口選手来てくれるだろう、西武取るだろうと、契約成立するだろうっていうふうにやっぱ、いや来たら契約したい、成立したい。そうですよね、うん、大方の方そういうふうに見てたと思うので。いやそうだな、原口選手も例えば記事などをちょこっと読んで、あ、西武さんはあのこう来てくれるのかなっていうのは頭の片隅にはちょっとはあるもんなんですかね、こういう時って。いやまあ声をかければ、うん、あの話に乗ってきてくれて、うん、いい話になるんじゃないかっていうことは、うん、おそらく想像はしてたと思うよね、はい。まあ、だけどやっぱこういろんな角度から計算をし、うん、まあ、原口の年とか、まあ、そういうものがちょっとネックになったのかもわからない。まあ、だからビシエドに方向転換っていうのは、まあ、ビシエド選手は、まあ、あの日本人扱いだし外国人、まあ、両方取ればいいのにな、そんなお金がかかるでもないですよね、移籍ではないしね。そうですよね、まあ、FA でもないし、はい、いやだから両方取っとけばいいのになとは思うけどね。うん、やっぱりお財布事情っていうのがなかなか厳しい。まあ財布事情はあっても、まあ、そこそこのお金はあるでしょ。そうですよね。で変なね、外国人連れてくるよりは、うん、また失敗するよりは、うん、そうですね、硬いとこ行った方がいいよ。確実ですよね、うん、その方がいいと思うけどな、ね、若手選手がね背中を見て原口選手から学ぶこともたくさんあるでしょうし。いやあるある、ね、もちろん実力のある選手なので。でとなるとじゃあ原口選手西武が消えたということで、じゃあ他どこの球団がこれは獲得に乗り出しそうですかね。あ、今ちょっと言われているのがオリックス、楽天、ロッテあたりが動くのかみたいなことも言われてるんですが、やっぱりまずはパリーグですかね。いや、やっぱこう関西地区で言えばオリックスが移籍しやすいよね、うん、はい。 でも俺はなんか頓宮とか、うん、まあいろいろ DH とかいろいろ考えても、はい、オリックスはなんか薄いような気がするなっていうの感じがするな。オリックスあとで杉本選手であったりとかも、うん、厳しいですね。まあ、ロッテもどうやろう、外がおって、まあ、大体あの守備つくって言ったらファースト限定になるからね、はい、守備力とかいろいろ考えると、うん、そしたらまあ外おるし、まあ、DH、まあ、ポランコ守備つかしてもいいけども、はい、いやまあ、でもやっぱこう素直に考えると楽天やな。いや楽天左の優秀なバッターいるけども、はい、やっぱ右ってなると、うん、まあ、浅村とか、はい、まあ、村林とか、まあ、ちょこちょこは出てきてるけども、うん、まあでも右がやっぱ欲しいのは楽天かなって思うけどね。うん、じゃあこのパリーグの中だと楽天が有望やななっていう感じですかね、うん、ただどうなんでしょう、浅村選手が、まあ、ちょっとサードで今シーズン苦しんでいた、うん、でも浅村はまあ話をした時に、うん、いやちょっともうちょっと やりますよっては言ってくれてた、まあ、言ってくれてたって、うん、俺のチームじゃないからねあの言ってたんで、はい、だからやっぱこのままでサードからこうポジションを移すっていうのは悔しいんじゃないの、本人的に。あ、だからちょっとやっぱもうちょっとやりきって、うん、やっぱサードは無理かな、サード慣れてきたっていうこともあるしね、はい、だからまあファースト、まあ、ファーストだと鈴木大地とかな、うん、まあ、いろいろしぶといバッターもたくさんいるし、はい、まあ、自分が思ってるほど出れるかどうかっていうのは分からないけども、うん、まあ、チャンスはあるよね。そうですね、うん、まあ、広島っていうのも可能性はあると思うけど、まあ、ファーストはね、まあ、空いてるといえば、うん、まあ、でも堂林はおるしな。そうですね、坂倉選手、まあ、そう考えるとなかなか厳しいな、打線がそうなんですよ、開くなっちゃうとな。そうなんですよね。なので今どういう風な動きにこれからなっていく、まあでも分からないよ、分からないと思うよ。まだ西武宣言はしたけども、はい、いやいやちょっと待てよということがあってもいいんじゃない。
まあ、宣言したらもう絶対動かないっていうことじゃなくて、うん、やっぱこうファンの動向だとかファンの意見だとか、うん、いろいろやっぱ見てるとは思うけどもね、うん、やっぱ取っといた方がいいかなみたいな。まあ情けないけどね、それじゃあ ね、 そ, うですね、それじゃ情けないんだけど、うん、まあだけど、いや俺は原口、俺が西武の GM だったら絶対取るけどね。そうですよね、だから取って損がない選手だもん。ですよね、むしろ3000万4000万いかない選手だったら、うん、もうむしろいや4000万出すから取ってこいみたいな、うんうんうん、そうですよね、いやそんな感じの選手だけどな。ですよね、なのでね、西武はやっぱり補強だったりとか、やっぱりこの新旧の入れ替わりだったりとか、うん、なんかこう入り混じってこうミックスされて頑張らなきゃいけない来シーズンなんですけどね。まあ、ただ考え方によってはおかわり君がいて、うん、まあ、栗山がいて、はい、でやっぱこう塁に出たら必ず、まあ、例えば要所のところにはダイソーがいるとかさ、うん、でまあ、原口も取ったとして、はい、やっぱり要所のところダイソーがいるってなると、うん、やっぱベンチ入りの選手がこう変わってくる可能性があるよね。その若手がなかなか、まあ、若手も入れるんだけど、うん、入れるんだけど絶対一人使わなきゃいけないってなるとさ、うん、はい、でやっぱり要所のところで行けばやっぱ守備固めをフォア数で使わなきゃいけないとかさ、はい、そういうことを考えるとちょっとかったるくなる可能性はあるよね、うん、例えばおかわり君と栗山って絶対今西武ではまだまだいる選手なんだけど、はい、必要な選手なんだけど、うん、仮によ、はい、この2人がいなかったとしたら原口取るわ多分、うんうん、そうでしょうね、うん、だからまあそういう考え方もできるね。ですよね、うん、で仮にこれじゃあ本当にビシエド選手にシフトしたっていうことが本当なので確実なんであれば、西武側はやっぱりそのビシエド選手にそのベルーナでの一発とか長打とかそういうものをホームランというものを期待して、いやそれはもちろんそう、取るってことですか、うん、ただこのいやだからまあ、うん、ビシエドだったら守備固めいらないわ、うん、まあそうですね、うん、ただ、まあ、渡辺健人、ね、おかわり君2世と言われて入ってる、うんまあ、ちょっと目が出てないけどね、まだね、はい、あとはその大正大から、はい、ドラフトで今年渡辺っていうのを取って、うんまあ、外野手とサードができたり、はいまあ、サードができるっていうことはファーストもできるやろ、うん、だからまあそういった選手をより使いたいっていう気持ちがあるんであれば、うん、まあちょっとなあポジションが被るからね、うん、だからまあそういうことにもなるし、まあ、バッティングは絶対使える選手だからな、うんただやっぱりどうしても阪神だと代打になっちゃうなりますよね。本人が望むところではまたなくなってしまうっていう、まあ、大山の FA の宣言で、はいまあ、移籍が決まれば、うん、もしね決まれば少しチャンスは出るチャンスは増える可能性はあるけども、ね、ゼロではないですよね、うん、でも藤川監督っていうのはやっぱ若手を抜擢しそうな感じがするからな、うんまあ、外野の選手をねあの今ファーストの外野でちょっと秋季キャンプ練習させたりとかもあったので、まあまあ、競争になるのかなと思いますけども、うん、いや意外や意外本当に西武が、ね、FA を参戦しませんって西武でお願いしますよ本当にもうね撤回ねしてもいいのでいや本当だよな、うんまあ、まあしょうがないこれはな育成を、はい、あの見ていくしかないけども、うん、まあでもいい選択を原口はしてほしいなと思うよな。そうですねプラスアルファ、はい、やっぱり豊さんは原口選手を見てまだまだいやいや絶対使える選手だよ、うんうん、ただし守備固めと、うん、まあ要所のところでのダイソーはいるよなっていう感じがするけどね、うんはい、年越しではなくてこの年内に行き先が決まってくれると嬉しいなってなりますね。いい形でな正月迎えさせてあげたいよな、うん、そうですよね、はい、はい